原因は、腫瘍の増殖に伴う消化管の強作や、閉塞などの器質的な要因による便の通過障害もあれば、器質的には全く異常を認めない、機能性の便秘もあるなど、多岐にわたる。自覚症状として、血便、腹痛、吐き気、直腸残便感、腹部傍慢感、下腹部痛、食欲不振、めまい等のほか、肩や背中に放散痛を伴う場合がある。 2017年10月には、日本消化器病学会により、慢性便秘症診療ガイドライン2017が作成された。本来体外に排出すべき便を十分量かつ快適に排出できない状態とされる。医学的には3日以上排便がない状態のことを指したと言われるが、明確な定義はなく、症状が患者の主観によるため、 定量化が難しいこともあり、定義は、学会や国により異なっていた。例えば、日本消化器病学会の定義では、便秘とは、排便の回数や便量が減ることとされていた。2000年に、米国消化器学会のコンセンサス会議で作成された、便秘の診断基準では、下腹部膨慢感、排ガス量、排便回数、残便感、排便時の肛門の痛み、量、 瓶の状態を複合的に捉えたものに変更された。これは多くの患者が臨床上は正常な排便頻度であっても、下腹部傍慢感、排便時の息味、瓶の硬さ、残便感などを訴えるため、排便回数だけで便秘を評価するのは不十分と考えたためである。3日以上の排便感覚と残便感を基準とし、排便の頻度が 週2回以下で、瓶が硬く、排便困難、残便感がある状態や、3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても、残便感がある状態と考える、専門家もある。一方、本人に自覚症状がなくても、腹部 X 線画像診断により、瓶の対流を認めた場合は、便秘と診断される。6人に1人はなると言われる。 現在使用されていない古い分類手法では機能性便秘をストレスや食事内容の変化が原因となる一過性便秘と慢性的な士官性便秘、痙攣性便秘、直腸性便秘に分類していた。ブリストルスケールを瓶の硬さ、大きさの評価に使用し排便記録をつけると客観的な評価が可能となる。 2019年の国民生活基礎調査によれば、便秘のあり訴え者率は34.8%で、あるが65歳以上になると68.6%に急増する。便秘があると慢性腎臓病や末期腎不全になりやすいとの報告がある。急性と慢性に分類される。原因は多岐にわたり、急性の場合は、 医療機関での診断と治療が必要とされる。特に、出血や狭窄を伴う場合は生命に関わる重篤な起点に及ぶ可能性がある。排便の停止や、便量の減少を主症状として、腸の閉塞性疾患が原因になっている場合では、呼気の便臭、変形した、便、血便、便鮮血を伴うことがある。また、腹痛、吐き気、 直腸残便感、腹部傍慢感、下腹部痛、食欲不振、めまい、肩や背中の放散痛などを伴うことがある。問診と身体診察を行い、消化管そのものの病変が原因となっている、気質性便秘や、症候性便秘の鑑別を行う。腹部レントゲン撮影は、大腸の状態を迅速かつ客観的に見ることができ、 信州の少ない検査で最初に選択される。特に、最近の状況、大腸癌の家族歴、体重の急激な変化、直腸出血、50歳以上のいずれかに該当し、気質性の疑いが考えられる場合は、大腸内視鏡検査が選択される。また、薬剤性便秘を起こす、可能性のある薬剤を中止し、経過観察を行うこともある。 治療抵抗性の便秘に対しては、中腸増栄による、腸管形態の確認、腸管全導遅延性便秘の診断が行われる。さらに、肛門直腸内圧検査、直腸肛門反射の確認をしヒルシュスプルング病、肛門虚筋群症候群の診断を行う。気質性疾患や代謝性疾患を認めた場合は、該当する疾患の治療が行われる。 前述の臨床的な異常や薬剤歴を認めない場合、機能性便秘の可能性が高くなる。機能性便秘の場合、機能性便秘の診断基準、便秘スコアを利用し、細分類が行われる。以下の2つの症状がある。A 排便時の25%腸が生きむ。B 排便の25%腸が塊であったり、硬い。 C 排便時25%調で残便感がある。D 排便の25%調で肛門直腸閉塞感がある。E 排便を促すために25%調で用手法を使う。F 排便が週3回未満。下剤を使わないのに難便となることは稀。過敏性腸症候群の基準を満たさない。稀に1回、月未満、時々1回。 月以上だが1回、週未満、いつも、1回、日以上、大抵、1回、週以上だが1回、日未満機能性便秘は、慢性便秘症診療ガイドライン2017で下記のように定義された。正確な判定のためには、バリウム粒の検査薬を服用し、数日後に、腹部 X 線検査を実施する。排便回数や、 排便量が少ないために糞便が大腸内に滞留する。血腸通過時間正常型食事の内容や量が便秘の要因になっている。血腸通過値時間のベガタ腸管の動きが悪く、便が腸内に滞りがち。排便回数は週に1回程度直腸内にある。糞便を快適に排出できない。気質性便排出障害かつては、歯間性便秘、痙攣性便秘。 直腸性便秘に分類していた。症状の訴えがあっても本人が苦痛を感じておらず、また、肛門疾患などの合併症がなければ、治療の必要はない。急性症状の場合、外科的に閉塞の原因を取り除く。気質性便秘、症候性便秘、薬剤性便秘も、同様に、対症療法を中心に原因を取り除く。形質的。 技質的疾患を有している場合は疾患に対応する治療が行われる。例えば過敏性腸症候群では過敏性腸症候群の診断、治療ガイドラインが策定されている。腸内細菌層を正常化させるため、下ゲ薬と乳酸菌製剤が併用されることもある。酸化マグネシウム0.6から 2.0g 未知1日1から3回食後ルビプロストン。 1>, 1から2カプセル、食直後リナクロチド。1日一錠食前重曹剤薬。便宜が乏しい時刺激性下剤の豚用使用。ポリカルボフィル、プロバイオティックス。糞便量が少ない時下下剤薬による副作用として、塩類下剤では、高マグネシウム血症、刺激性下剤は、習慣性になりやすく、薬剤に対する感受性が低下し、 便秘薬を服用しないと排便が行われなくなる、便秘薬依存症や腸管粘膜障害などがある。肝腸にはグリセリンが入っており、これらの直腸への刺激で排泄を促す。刺激が強く急激に催し、またおかんや吐き気などといった症状を誘発させる場合もある。グリセリン肝腸では、我慢しきれずすぐに出してしまう使い方をした場合は、 口述するような体質によっても違い、瓶を出し切ることができず、不快感が残る場合もある。完全に腸内の瓶を取り除くのを望む場合には、適便や、挑戦状と呼ばれる処置もある。挑戦状とは、ぬるま湯を注入し、それらの湯と一緒に排出する。注入時に無理な圧力をかけると、直腸線航を起こす恐れもある。 したがって、専用の器具が利用され、また市販もされている。基本的には、専門の医師による指導が望ましい。また、こちらは専用の器具や、温度管理などで手間がかかるが、注入量が多く刺激が少ないため、腹板などの問題が起きにくい体験談も聞かれる。民間療法の範ちとしては、ぬるま湯や生理食塩水以外のものを使うという話も聞かれるが、 医学的に根拠はない。原因のはっきりしているものは、それに合った治療をするが、常習性便秘の養情法は、以下の通り。考える人排便時の在姿勢は、新聞、雑誌を読む時のような直立姿勢は、ふさわしくない。直腸肛門角が開くよう少し前傾姿勢で、例えるなら、ロダンの彫刻、考える人のような姿勢が良いとされる。さらに、 腹筋に力が入りやすいようにかかとを少し上げたり、脇腹を両手で押さたりして、腹圧を与える方法もある。また、和式便器における、尊虚のようなもっと前傾した姿勢が良いとする指摘がある。機能性便秘の場合には食べ物、飲み物、運動の程度を変えることは、便秘を改善することになる。なお、 水分の摂取量を増加しても尿量が増えるだけで大便の柔らかさが変わることはない。ただし、朝一番に冷たい水を飲んだ場合は、霊感刺激によって、腸管運動が活発化され排便が促されることもある。腸内環境を改善する。味噌、ヨーグルト、ぬか漬け等。運動不足は腸の働きを低下させる。 よって、規則正しい運動で消化器を活発にすることが推奨される。運動は軽いものでも十分で、毎日20分から30分の歩行で良い。また、軽い腹筋運動や、ストレッチも効果がある。手を使って腹をさすり、腸の全動運動を促すことも効果がある。便意を無視しないようにする。生活習慣において毎日決まった時間に便意を、 催す者も,もいるが、そうでない人は、便意を催しやすい時間帯を排泄に割り振る、生活上の配慮も効果がある。朝食前は体温が低く、身体全体の活動も活発でないため排泄には向かない。便秘は高齢者に多く見られ、若年層では男性よりも女性に多い。これには科学的な根拠があり、それは社会的なものから、 生活習慣的なもの、そして女性の身体構造に大きく関与する。などの理由が挙げられており、便秘治療薬の購入者は女性が圧倒的に多い。その一方、男性は高齢者以外は便秘で悩まされるケースは少ない。だが、男性は便秘より下痢に悩まされている傾向にある。これも同様に食習慣や外的ストレスに対する 脆弱性、太い長官など体の構造に起因するものである。ありがとうございます。